抜き打ちテストをやっていきたいと思います。何を思ってるんですか。何が難しい。何が難しい。結構難しくない。学年生って書いてある。嘘でしょ。嘘。何言ってんだか。結果発表の前にやばい回答とか多々あったので、はい、いいですか。はい、そうね、はい、そうだね。じゃあまず国語、うん、国語ですね。実験じゃない。国語の第39問、唾を飲み込む。はい、じゃあまずこちらです。書いた人。はい、唾なんだけど、これどう見ても津波なんだよ。津波を飲み込む。すごいね。あさっき鼻で笑ったの私これ。まあまあでもまだ可愛いよこれは。じゃあ次英語。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 同じ問題間違えた。え、何？あ、ペンでしょ。ノートじゃない？教室。鳥。クラス。みんな何て書きました？教室。それがね、違うんだよね。え？教室ってクラスルーム。あ、クラスは何？クラスルームです。授業。科目？そう、学級とか授業とか。クラスルームだと合ってたんだけど、みんなそれだけ全員だから間違ってました。あとはね、その唯一丸がね1個ついた頭のいい子ちゃんの回答の下の方にちまちま日本語書いてあった。こちらです。土と地面とかひらがなでちっちゃく。私が何の単語が入るかなって考えてて、土かなって。土って英語でなんて言うの。土土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 土痩せた土はね、プワーソイル。プワーソイル。ソイル。らしいんだけど、ね、ちょっとね、二人こちらの回答、はい、They can grow up in slim、 しかもね、スペル違うからね、スリムストリート。スリムストリート。誰ですか？だから絞り出した結果、痩せた道。スリム。スリムだ。痩せた道。痩せた道。痩せた道。いきます。こちらの回答、はい、 They can grow 土 in from fast。 それの土土って言うかな。ファストってさ、痩せたじゃなくて太った。ファスト、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 それかな。反対です。で、そんなみゆさん、はい、第1問のその写真はどこで撮られたのですか。これはこちらです。はい、なんですけど、あいさこさんの答えこちらです。When this the picture hot。 Picture hot。 写真ね。どうしてここは2個重ねたのかね。はい、そんな感じで最後社会で一番みんなが苦戦してたと思う。難しかった。意外とね、日本の初代総理大臣がみんな分かってなかった。わぁ、いつから始まったの初代総理大臣。伊藤。おい、伊藤。はい、あぁ、ひろひろみ。はぁ、出た。出たんだけど、問いの6番現在の総理大臣の名前を漢字で。わかった。一人漢字が惜しい方と二人合ってる人がいるんですけど、一人ね、イラスト付きでね、正解間違えてる。あのね、イラストを書いてるのにちゃんと違う名字を書いてる。私です。顔は浮かんでる人だな。名前が出てこなくて、似顔絵を書いたんだけど、でも名前、あーで、安倍さんって書いてる。諦めてる。あとは、最後までみんなが考えてた問い10番。え、正解知りたい。正解知りたい。九州だから言ってた。誰か言ってたけど違うんだけどな。正解は8個で、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県。待って、
点数上げれないらしい。無理じゃん。せっかく頑張っていっぱい書いたのに。でもこちらは全問正解いますよ。ええ。ちひろね。すごい。すごい。なんか9個言ってるけど。本当に沖縄って九州なの？だってさ、下の塊そうだよ、塊になってる。下とか上とかわかんない。だからさ、問題よく読んだ。九州地方だよ。うん、いや、それ言っても絶対わかんない。わかってない。今日新たな発見をしました。そんな感じかな。あとはね、ちょっと惜しい漢字のミスとか。あ、うん、じゃあ結果発表いたしますが、はい、さっきも言いましたけど、リリの方は2021年虹色おバカ王ですよね。ほやだー。リリの方、ここで最後言ってもらいますよ。自己宣言するんですか？そうです。そして私からのプレゼントなんですけど、うん、名前かけてたら10点差し上げます。でトータルが90点プラス名前で10点の名前強っ、名前最強戦になってます。はい、ではまず第2位。2位がいい。2位がいい。2位がいい。発表します。はいはい。第2位は、はい、林。やれダントツです。第1位は千尋。やったー、嬉しいな。嬉しいな。千尋は80点。はい、あと残ってるの誰ですか？はい、いいやり。年齢のブランコですか？すごい、結構前の出来事です。そうです。では、おバカ王を発表します。二次飛行2021年おバカ王は、ひらまめ。ちなみに2位の林彩乃の63点、はい、で3位が愛沙子が62点です。おバカ王は56点。あ、でもね、56点って名前でプラス10点されてるの。だからあなた46点でした。はい、2021年虹色おバカは平松かな子さんです。でしょうね。意義あり、意義あり。何ですか？学歴めっちゃいいです。なんか多分最近いっぱい覚えなきゃいけないことがある。データフォルダがいっぱいなのよ。はい、では皆さんお疲れ様でした。本日のテストはこれで終わります。ありがとうございました。平松さんは居残りです。居残り、はい、では、さようなら。頑張ってね。2021年虹色の飛行少女おバカ王は